人は皆生まれ落ちた時すでに運の総量が決まっている。つまり人は原則的に不平等。生まれつき運のいいやつはいい思いをし続けるし、運の悪いやつはどうあがいたっていいことなんてない。それが俺の持論だ。お、なんだこりゃ。俺は粕谷真希人、大学2年生。22? 22って何の数字だろう。そう、俺は飛び抜けて運がない男だった。俺はアントン。はあ、また今日もついてなかった。なんでこんなに運が悪いんだろう俺。マキト、どうかしたの？この子はローリー、大学の同学年で同じゼミの友人だ。いや、なんでもないよ。とにかく俺は昔から運のない男で、小学校の時の遠足では誰にも気づかれずにバスに置いていかれたし。待って、まだ乗ってないよ。中学校では月1回は必ず大便を漏らし、骨折も3回した。その他細かい不運を挙げればキリがない。おかげでついたあだ名は疫病神だ。大学生になった今も入学式当日に熱を出し、大事なテストの日には人身事故で電車が止まる。俺、このまま不運な人生を送り続けるんだろうな。次にどんな不幸が起こるのか、俺はいつもビクビクしながら大学生生活を送っていた。だが、そんな俺の人生にも最近一筋の光が差し込んだ。早く行かないと。今日もいるかな。じゃあ俺先に帰るから。はい、また明日。いらっしゃいませ。あ、今日もいた。俺にとっての希望の光、それは近所にあるスーパーマタンゴに新しく入ったバイトの女の子だ。やっぱり可愛いな。名札から名字が鈴木さんってことだけは分かってるけど、それ以外俺は彼女の素性を何も知らなかった。多分同い年ぐらいだと思うんだけど、最近では鈴木さん目当てで週8でこのスーパーに通っている。お待ちでしたらどうぞ。いつもレジに向かうときは絶妙な調節をして鈴木さんのレジに並ぶようにしている。お預かりします。話しかけたいが、なんて声をかければいいんだ。今日はいい天気ですねとか。いや、それはないだろう。俺ここの近所に住んでてとかか。いや、ない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 。そんなの鈴木さんにとってはどうでもいいだろう。今日はやめておくか。ありがとうございました。俺はいつも勇気が出ず話しかけられずにいたのだった。みゆりちゃん、調子どうかね。あ、店長、おかげさまでだいぶ慣れてきました。そうかね、そうかね。そりゃよかった。みゆりちゃんみたいに若くて可愛い子が入ってくれて俺は嬉しいよ。え、いやいや、そんな。困ったことがあったら何でも聞いてくれていいからね。は、はい、ありがとうございます。面接した時から可愛いと思ってたが、制服姿も似合うじゃないか。このまま行けばいい関係になれるかもな。じゃあ私品出し作業があるので。はあ、鈴木さん今日も素敵だったな。あ、君危ない。え、うわー、大変だ。建築資材が人に当たったぞ。俺はスーパーからの帰り道、建設現場から落ちてきた鉄骨の下敷きになった。やっぱり俺には運がないんだ。大丈夫ですか？救急車、救急車。私は鈴木みゆり、美術系大学に通う1年生だ。最近大学近くのスーパーでバイトを始めたんだけど。乾杯。あの店長、これは一体。何って、君の歓迎会だよ。今日は俺のおごりだから遠慮しないでよ。ありがとうございます店長。いい人なんだろうけど距離が近いのよね。店長、肩に手が。ああ、嫌だったかい。ごめんごめん。店長、そんなにみゆりさんばかり構ってたら嫌われちゃいますよ。それはいけないな。大事なバイトがいなくなってしまう。悪気があるわけではないのよね。他のバイトさんたちに注意されながらも店長が私のそばを離れることはなかった。数時間後。みゆりちゃんはさ、今いい人とかいないの？知りたい知りたい。実は私、気になっている人がいて。それってどんな人？その人は背が高くて顔にほくろがあって。何？それってもしかして俺のことじゃねえか？かわいいやつだな。それはさぞかしいい男なんだろうな。そうですね、いい人だと思います。こいつ完全に落ちてやがる。俺に惚れてやがるぜ。一方その頃、俺は病院のベッドにいた。全身が痛い。全身打撲で済んだけど
やっぱり俺ってついてねえ。あ、これは、この謎の電子機械は先日道で拾ったものだ。なんとなくポケットに入れたままにしていたのだが、なんでここに。今見るとパネルには13の文字が映っていた。これって一体何なんだろう。前見た時よりも数字が減ってる。確か前は22だったよな。鉄骨が俺の頭に降ってきて、その後に13になったってことは、ひょっとしてこの数字俺の運を表してたりして。そんなわけないよな。そんなことよりも早く直して鈴木さんに会いに行かないと。ゼロになったらどうなるんだろう。俺は頭の片隅で湧いたその疑問をかき消すのに必死だった。一週間後。え、マキト、久しぶりだね。最近来てなかったようだけど、何かあったの？鉄骨が落ちてきてさ、入院してたんだよ。鉄骨？よく無事だったね。はあ、ほんとついてないよ俺。鉄骨の下敷きになってピンピンしてるって、それって逆についてるんじゃ。うん、マキト、その手に持ってるの何？あ、これ、この前道端で拾ったんだ。4って書いてあるけど、何の数字だろう？俺にもわからないんだ。でも、実は俺の運の総量じゃないかと思ってて、不運が起きるたびにだんだん減ってきてるんだ。今じゃもう4しかないよ。変なの？さあ、ずいぶんご無沙汰になっちまったが、久々に鈴木さんに会えるぞ。今日こそ話しかけちゃおっかな、なんて。で、ん？俺は喜び勇んで、一週間ぶりのスーパーマタンゴに入店しようとしたのだが、な、なんだこれ。なんで俺の顔写真が貼られてんだ。そこには俺の顔写真入りの万引き犯注意の貼り紙が貼られていたのだ。これ俺だ、俺だよな。これなんだよこれ。あの人、あの貼り紙の万引き犯じゃ。なかなかやってくるなんて信じられない。どんだけ面の皮が厚いのよ。なんでこんなことになってんだ。万引きなんて一度もやったことないぞ。君、俺がパニックになっていると、店の中から見知らぬ男性が出てきて俺の腕を掴んだ。俺はこのスーパーで万引き G メンの依頼を受け負っている便利屋のアントンというものだが、ちょっとお話を伺っていいかな。俺は何もやってませんよ。うるさい、ちょっと事務所まで来いよ。だからやってないって。ほら、奥でゆっくり話を聞こうじゃねえの。うわ。その時、背中を押された拍子にポケットから例の電子機器が落ちた。そして一瞬見えた表示はゼロ。ゼロ。俺の運が尽きたってこと。このままだと警察に連行されて逮捕、そして前科がついて俺の人生終了ってこと。俺何やってんだ、早く進みなさい。鈴木さんが見てる。思いっきり引いてるよ。終わりだ。やっぱ俺ってついてない。ローリー、それにアレックスまで。店長さんが依頼に来た後、ローリーちゃんがそのチラシを見て、大学のお友達だって気づいたんです。マキト、これなんか変だよ。マキトはそんなことするような人じゃないよ。それで念のためよく調べてみたんです。そうしたら、このチラシ合成写真だったんです。それは本当なのか。よくできてますが確かです。これはどういうことですかね。万引き犯をでっち上げるなんて妙ですよね。店長さん、それはアントンさんたちに詰め寄られた店長は観念した様子で全てを白状した。俺のことじゃない。え、はい。なんと鈴木さんは毎日やってくる俺のことが気になっていたらしく、先日歓迎会の場でそのことをポロリと口にしたようだ。最初は鈴木さんが自分に惚れていると勘違いした店長は、話を聞くうちに自分ではないことに気づき嫉妬したらしい。背が高くてほくろ、あいつか、あいつか。そして店長は俺を破滅させるために監視カメラの映像を利用して万引き犯のチラシを捏造したのだった。最低ですね。見損ないました。やっぱり嘘だったんですね。私はこの方はそんなことしないと思っていたんです。俺も勘違いしていたようだ。マキト君、申し訳ない。いえ、いいんです。店長さんに騙されていたんだから。君にはすまないことをした。何があったの。何でも店長が濡れ衣を着せたらしいわよ。嫉妬だって最低。あ、っていうか鈴木さん、俺のことが気になってるって。はあ、あれ、じゃあこれって。お、
何ですかそれ。俺はアントンさんに謎の電子機器を見せた。はい、それ運の数値を表示させる機械だそうです。運の数値を表示させる機械？ちょっとすみません。俺たちが首をかしげていると一人のおじさんが声をかけてきた。ところで落とし物が届いておりませんか？おお、それは僕が落とした静電気測定器。自作 PC の組み立てに使ってたんですが、ここらで落としたようで。じゃあ今までのことは俺の勘違い、俺の運が尽きたわけじゃないってこと？マキト君と言ったかな、自分の運がついているかついていないかなんてものは物の見方一つだと思うぞ。そうだよマキト、きっと見方を変えればいいことがたくさん待っているよ。アントンさん、ローリー、それにアレックスさんも。こうして俺は自分に運がないとかついてないとか思うのはやめた。そして俺はこの一件がきっかけとなりミユリさんと付き合うことになったのだった。俺って世界一ついてるじゃん。運なんてのは物の見方一つ、それが今の俺の持論だ。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが、みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。